古い話題で恐縮ですが思わず笑ってしまった画像からご覧くださいイギリスの晩餐会であまりのつまらない演説に頬杖をつくアンドルー王子。何しろ習近平の演説後拍手が全くなかったそうですしあげくに居眠りをごまかすようなしぐさ。 お隣の女性も退屈そうなお顔ですねこの晩餐会にチャールズ皇太子は欠席しています中国のチベット侵略に抗議する意味で欠席したのではないかと言われていますチャールズの欠席を許可したエリザベス女王も同じ心境だったのではないかと想像します 女王と習近平が握手している画像です右側は日本の天皇陛下との握手ですよくご覧ください習近平との握手では帽子も取らず手袋もしたままです日本の天皇陛下との握手では帽子も手袋も外していますこれは女王が習近平を 平民扱いしたという紛れもない証拠です極めつけはこちらですトイレの前で接待しています本来イギリスには屏風という習慣はありませんトイレを屏風で隠しトイレのマークを両国の国旗で挟んでいますイギリスのこのしたたかさ 中国は全く気づいていてなかったようですまた晩餐会で出されたのは1989年産のワイン1989年といえば民主化を求める学生らが多数犠牲となった天安門事件の年西側各国は経済制裁に踏み切り中国は 人権を蹂躙する野蛮な国というイメージが世界に定着しました先進国の仲間入りを悲願とする中国政府が決して触れてほしくないあえてその暗黒の都市のワインを選んだイギリスのブラック・ジョーク女王は晩餐会の席上 今年は両国にとって非常に特別な年となると歓迎の意を表しましたが女王は州と会っている間ほとんど笑顔を見せなかったそうですまた州の奥さんは元歌手で女優らしいのですがこのメイクをご覧ください晩餐会でこのメイクはないでしょう いくらお金はあってもイギリスのような歴史も品格もある国では笑われるだけです最後に女王のプライベートな会話がマイクに入ってしまったそうです彼らは非常に無礼でしたこれは2016年5月11日に BBC などが放送した 演誘会の様子です代表取材のカメラが撮影しており習近平訪映時の警備責任者だった警察幹部の女性と女王の会話でした彼らは非常に無礼でしたイギリスも中国も訪問は大成功だったと公式には報道していますが イギリス王室は違うようよで,では共産主義に染まらないように小学校の授業に動物農場が取り入れられています共産主義の中国とは根っこの部分から合わないのです2019年日本の日立製作所は イギリスの原発建設から撤退しました今後は中国が中心となって原発建設に取り組むのでしょうが中国は嘘つきであるばかりでなくスパイをイギリス内部に送り込みサイバー攻撃もするでしょうイギリスはそれらの危険を 承知しているのでしょうか女王陛下の国が心配ですところで習近平は一週間も姿を見せていないそうですがどうしちゃったんでしょうねご視聴いただきありがとうございました気に入っていただけましたら ぜひ高い評価、コメント、チャンネル登録をお願いしますまたお会いしましょう